グリフィンの人気投票でこいつ1位にしてガキ泣かそうぜ。もうちょい微妙なの攻めろ。リスクでやれ。5ちゃんにもこんな時期がありました。もうちょっと絶妙なのいないんか。シダルクいつも毒で死にかけてんな。師匠見習えってなる。ハイタードン引きするレベルの毒耐性やで。ガキはこんなの見てないよ。グリフィンは搬送は亀だよ。Y の姪っ子14が見てる。小6の娘見てる。友達のテレビはほとんど見ないって子もフリーレンは見てるらしい。そこはゴリラやろ。スキンヘッドの魔法使いで。Y は五条さんの時のときめきをもう一度味わいたい。フリーレンの画像くさ。ミミックとフリーレンの画像同じか？脱出用ゴーレムに入れるわ。楽しそうだから付き合ってやるよ。選択肢多いな。点検とかいうじいさん1位にしてファン泣かせようや。点検は割と人気じゃね？あのじいさんなら1位でも許しちゃうわ。何度でも投票可能ってなんなん。田代の魔法。アウラ、フリーレンの投票ボタンを連打しろ。何回でも投票できるって信憑性の欠けたシステムだな。明らかな嵐投票だと公式が対応しやすいからもうちょっと微妙なラインを攻めるべき。例えばアイゼンを1位にしたら公式も嵐だと断定して否定しづらいだろ。15年くらい前のノリ？いうことばっか。アウラに入れたぜ。コイル狙っとるやろこの運営。何度でも票入れていい時点で話題になれば何でもいいんだろうな。2016年の妖怪ウォッチの人気投票はその頃人気落ちてたからなのか、あからさまに荒らされるように準備してたな。連打できるのくさ。点検がええやろ。点検普通にスコ。点検は普通に人気キャラや、シタルクくらいならコス可能性ある。腐敗の賢者やったんか。めっちゃ強いって言われてたから腐敗の賢者だと思ってたで。とりあえず入れてきたけど、投票ボタン何回でも押せるみたいだけどカウント上は1回なのか。ネタ枠が1位になったらそれはそれで面白いから、シタルクくらいの人気はあるけど1位になるほどじゃないだろくらいのやつを1位にして微妙な空気にさせてやりたい。プリンだの骨だのあるし、おふざけ人気投票やろこんなん。ちっちゃい子が好き、いい匂い、ええんか。どうせアウラやろ。やるならこういうのかと思ったわ。クソガキ好き。ヒンメル一択だ。1位フリーレン、2位シタルク、3位謎キャラ、4位謎キャラ、5位フェルン、6位ヒンメル。こんな感じになりそう。あの派手にしてくれ。とりあえず前回の結果はこちら。ええ、点検ちゃんと高くてくさ。フリーレン、前回もネタで投票したやつがいっぱいいるじゃん。こういうのはガチで投票してるやつばかりなのでやるから面白いんだよ。割とヒンメル1位はガチやと思うぜ。フリーレン2位もヒンメル1位もわかるけど3位ミミックはいかんでしょ。南の勇者1話しか出てないのに人気すぎない？フェルンなんで人気ないんや。で、女の嫌な部分が濃縮されてるからだろ。スカートめっちゃクソがきれいな。それかクラフトにしよう。正直アウラ1位にした方が面白いと思うんだが、このメンツで五条勝勝たせるみたいな面白さがない。五条勝がスカートめくったクソガキだぞ。ラビーネちゃんでもええか。稲入れの時と違って運営の選択肢に遊びが多すぎてつまらんなってか、寒いのが多すぎ。稲入れの五条さんのような一体感が生まれなさそう。ケロップの時とかもそうだけど、投票させてる側の予定を外すのが面白い。いやいや、毒なんとかが仮に1位になってもさ、その後何にも発展しないんだよな。ネタとしても弱い。その点アウラならフリーレンに勝ったはネタができるし、その展開見てみたいんや。なるほど。勝っちゃった骨とか人気なさそう。運営側がネタ枠が上位にして話題になることを狙ってそうなメンツだから、やるならフリーレンが10位圏外になるくらい上位をネタ枠で埋め尽くすくらいやらないと意味ないよ。フェルン1位にしてやろうぜ。クソガキに投票すればいい。クソガキ、クソガキ。ワイはレンゲちゃん。すまん、アウラとソリテールに入れたわ。途中経過見られないから編集部の気分で順位が決まるぞ。スカートめくったクソガキか独局王か。